畜生市立図書館は、茨城県筑生市にある、公立図書館である。下岡崎一丁目にある、中央図書館と海老ヶ島にある、明野図書館、及び2つの文館からなる。指定管理者制度を導入しており、図書館流通センター、上層ビル整備共同企業体が、指定管理者として、管理運営する。県西畜発の市立図書館として開館した。 下立市立図書館と県西地区発の町立図書館として開館した明野町立図書館を起源とし、電子図書館の導入や育児コンシェルジュの設置など、茨城県の公立図書館の中では先進的な取り組みを行っている。筑生市は2005年3月28日に、下立市、真壁郡明野町、関城町、京和町の一山町が合併して発足した。図書館、 図書室については2004年2月13日の合併協議会の場で、現行の通り審摯に引き継ぎ、合併後に調整するとされたため、下立市立図書館が、築生市立中央図書館に、明けの町立図書館が、築生市立明けの図書館に解消した程度で、合併前とほぼ同じ体制で運営が行われた。このため、図書利用カードの共通利用ができず、図書館の公式サイトも、 中央図書館と明け図書館でそれぞれ別に存在した。一方で図書利用カードの作成可能な地域は合併と同時に統一され、結城市、岩瀬町、下妻市、筑波市の住民も作成可能とした。県内の市町村立図書館が市町村合併の影響で貸し出し利用可能な地域を狭める変更を行ったのに対し、畜生市は拡大するという選択を行い、 利便性を高めたのであった。なお、関城町と共和町は、図書館を設置しておらず、公民館図書室が図書館の役割を果たしていた。合併から5年が経過した2010年4月1日に、図書館システムの統合が行われ、中央、明野の両図書館と、関本公民館、共和公民館の図書室が結ばれ、図書利用カードの統一や、市内のどの館、 室で借りた資料でも、任意の館、室で返却できるようになった。また公式サイトは、中央図書館の URL を引き継いで、畜生市立図書館のサイトとして一新された。これに合わせて、貸出冊数や、期間の統一もなされ、図書、紙芝居の貸出は2巻2室の合計で1人10冊まで14日間となった。2013年6月の畜生市議会で、 指定管理者制度を私立図書館に導入するために図書館条例の全面改正案が上定され、議員の中からは全国的に賛否両論があるとの意見も出されたが、6月18日に原案通り可決された。その後指定管理者の公募が行われ、図書館流通センター、上層ビル整備共同企業体が選定された。 そして2014年4月1日に指定管理者による管理運営に移行した。指定期間は2019年3月31日までである。指定管理者への移行と同時に休館日の削減と、開館時間の延長、図書、ビデオの貸し出し可能上限数の撤廃が実施され、ナクソスミュージックライブラリーの提供を開始した。なお、上記の条例改正に伴い、 関本公民館、共和公民館の図書室が、畜生市立図書館の席上文館、共和文館に位置づけられた。2014年10月3日から10月10日にかけて、図書館システムの変更と、蔵書点検のために、臨時休館し、再開後の10月18日より、茨城県で初めて電子書籍の貸し出しを開始した。2017年7月4日には、子育て支援のため、 育児コンシェルジュの図書館への設置を開始した。ご利用案内より、畜生市立中央図書館は、茨城県畜生市毛岡崎一丁目にある公立図書館である。県西市畜発の公共図書館として開館し、延べ床面積は茨城県の市町村立図書館の中で最大であった。指定管理者制度を導入しており、図書館流通センター、上層ビル整備共同企業体が、 指定管理者として、管理運営する。特殊コレクションとして、郷土の人物に関する資料、与サブソン、二宮尊徳に関する資料、川山事件、下立も面進学に関する資料を保有する。初代感謝時代、編集1971年4月に、県西地区発の図書館、下立市立図書館として開館した。図書館は、 下立市役所と同じ住所である下中山732番地、1に公民館、武道館と構築された鉄筋コンクリート構造3階建ての建築物の一角に置かれた。図書館部分の延べ床面積は527平方メートルと県内の公立図書館の中では小規模であった。 1988年時点の蔵書数は、下立市民1人当たり0.9冊に相当する59,795冊であり、受け入れ雑誌は110種、新聞は19種、同年度の貸出登録者数は2,508人、貸出者数は27,241冊であった。職員数は1989年時点で6人、おり、うち一書は2人であった。 この頃、茨城県の図書館会で流行していた読書感想画の募集を初めて開催し、集まった作品を館内で展示した。1990年8月、茨城県教育委員会が進めていたステーションライブラリーの第1号が関東鉄道上層線下立駅に設置された。二代目館社時代、編集史実図書館は老朽化が進行したため、中央公民館、 図書館等建設調査委員会を1991年に立ち上げて新図書館の建設計画を進め、1996年9月5日に非公式を挙行し、鈴木良一市長らが加入れを行った。設計は、三上建築事務所の三上誠一、思考は、戸田建設、横田特定建設工事共同企業体が担当した。総事業費27億円をかけた。 建設工事は1998年3月に完了し、5月21日には約220人が出席して完成記念式典が開かれた。正式な会館は5月24日のことで、浦和市立図書館で館長を務めた経験のある竹内の利の講演会を記念行事として開催した。その後も記念行事が続き、アメリカ合衆国、ノベユカ面積は 茨城県立図書館を除く茨城県の公立図書館で最大であり、31万6000冊を収蔵可能な施設として15万冊の増書をもっての開館であった。新館開館と同時に市民以外のマカベ有結市、岩瀬町の住民にも貸し出すという県内の図書館では、画期的な取り組みを行った。新館の開館効果は凄まじく、開館からわずか30日で、 旧館時代の年間貸し出し冊数を突破し、新設された集会室には予約が殺到したという。この勢いは一過性のものではなく、年間入館者数は毎年前年を上回るという好成績を収めた。また2000年10月25日には優れた図書館建築を表彰する日本図書館協会建築賞を受賞した。2003年3月、下立駅にあった。 ステーションライブラリーを閉鎖した。2005年3月28日、市町村合併に伴い、畜生市立中央図書館に改称する。2008年には、畜生市が立正大学と連携して、畜生市民大学と題した、同学教授陣による市民講座を中央図書館で11回開催した。2010年4月1日に、市内の図書館システムの統合が行われ、 図書利用カードの統一が実現した。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震の際には、約50人の利用者と13人の職員がおり、全利用者を管外へ避難誘導し、直ちに臨時閉館とした。空調機器の水濡れ、駐車場のひび割れ、床タイルの破損はあったものの修繕工事の必要はなく、ライフラインの寸断もなく、 明けの図書館と比較すると被害は軽微であった。とはいえ15万冊に及ぶ図書の落下があり、図書館の再開は3月29日までかかった。再開後は震災関連資料の展示と貸し出しを行い、照明の間引きなどで節電に協力した。市民だからは、東北地方など被災地方面を扱った旅行ガイドブックが寄贈された。 2014年4月1日に指定管理者による管理運営に移行した。2015年10月31日には一般利用者が使用できる本の消毒器を茨城県の公立図書館で初めて導入。2017年7月5日より育児コンシェルジュのサービスを開始した。成人会課初代の下立市立図書館は延べ床面積は527平方メートルの 小規模な施設で新図書館設計のために下立を訪れた三上聖一は中心商店街に漂っていた閉塞館とよく似た閉塞館が図書館にもあったと述べている畜生市立中央図書館は下立駅や畜生市役所に比較的近く高等学校への通学路上という便利な地にあり JR 水戸線金領側 鉄筋コンクリート構造一部鉄骨構造地上2階建てで、建築面積は3557.76平方メートル、延べ床面積は4673.06平方メートルである。閲覧席は243席、視聴覚ブースは17箇所ある。2000年に日本図書館協会建築賞を受賞した。施設は、ゴン川川から見て、 左側に長方形の成人会花、中央に円形の自動会花、右側に周回室棟が配置され、川沿いの広場は河川敷、緑道と一体化させている。これは図書館へと人々を誘うための仕掛けであると同時に、川の景観に人の意識を引き付けつく場産を延望させるものでもある。成人会花は書家などの家具を使って街をイメージした設計になっている。 初夏は木材とスチール材を組み合わせており、木材で適度なぬくもり感を、スチール材で端正な緊張感を演出する。中央部に大きな吹き抜けを設け、2階部分は回廊状になっている。回廊部分には、青少年、郷土資料、行政資料、参考資料、絵画、視聴覚の各コーナーがある。また、成人会館の屋外には読書スペースを設けている。 自動会館円柱型をしており、中心には大樹に見立てた円柱を立て、子供の世界をイメージしている。集会室棟は、市民の要望に基づいて、図書館に付設されたもので、和室、会議室、創作室、視聴覚室などを備える平屋建ての棟である。畜生市立明けの図書館は、茨城県畜生市営美ヶ島にある公立図書館。指定管理者制度を導入しており、 図書館流通センター、上層ビル整備共同企業体が指定管理者として管理運営する。明野の調律図書館として開館して以来様々なイベントを企画、実行してきた図書館であり、茨城県で初めてブックスタートを開始した。開館の経緯、編集明野の調律図書館の開館前には公民館図書室が図書館機能を代行していたが、 年間貸し出し冊数は千冊程度であった。図書館設置の契機となったのは、1980年に当時の明野町が総合振興計画策定のために行った住民アンケートの中に図書館が欲しいという意見が一件あったことである。当時の県西地区には下立市立図書館があるのみでその存在すら知らぬ明野町民もいる状況で、行政当局はこの意見を組み、 1981年9月の明けの町議会で図書館建設を含んだ総合計画が議決された。実際に図書館建設に向けて動き出したのは1985年4月1日のことで同日付で図書館準備室が役場に置かれ、庭野智江が室長に任命された。三輪は館長候補として司書資格を取得するために、 図書館情報大学に通う傍ら、図書館設計にも参与した。設計においては、延べ床面積700平方メートルの2階建ての素案を、ワンフロアの1200平方メートルに改め、130平方メートルの自動室を確保した。ワンフロア化したのは障害者も健常者も利用しやすいこと、2階建てよりも建築費を抑制できること、2階建てに、 した場合に発生する階段や通路部分の面積を無駄と判断したことにある。計画が進行する中で、税金の無駄遣いや、図書館を作って誰が本を読むのかと抗言する、町民も存在したが、こうした意見を述べていた町民も開館後には本ニし、過去の笑い話として語るようになった。明けの町立図書館、編集1986年4月に図書館条例が施行され、 開館直前の7月初頭に三街道市立図書館で職員研修を実施した。7月20日午前10時に開館し、明け野町は茨城県で20番目の図書館設置自治体となった。県西地区では最初の町村立図書館であり、県西全体でも下館市立図書館、三街道市立図書館、小賀市立図書館に次ぐ4番目の公立図書館であった。 建設費は1985年の日本国の補助事業を利用し2億4600万円を要した。開館当初の蔵書数約2万5000冊に対し収蔵可能冊数は6万冊だったため初夏にはゆとりのある状態であった。開館当日は記念公演を含むセレモニーが開催され多くの利用者で混雑した。富士通の技術者、おみはん左右が 明野町出身であることにちなみ、富士通製のコンピュータシステムを利用した貸し出しを当初から採用していた。しかし、開館から間もない8月4日から8月5日にかけて、明野町は豪雨災害に見舞われ、図書館員は救援活動に借り出され、すでに準備していた開館を告げる、チラシの配布は取りやめとなった。水害から2ヶ月ほどは、 町の復興が優先され図書館はひっそりとしていたが、開館者年度の貸し出し実績は、公民館と書室時代の40倍に跳ね上がった。開館間もなく三輪館長自らが、語り手として、絵本や紙芝居の読み聞かせを開始し、後に、職員の担当制となった。1987年6月1日、館法、花咲山を創刊した。館宝は、 明けの町の前後に配布され、町内の学校から県内の図書館、さらには日本図書館協会へも届けられた。1988年度の町民に占める図書館利用登録率は54.1%で、蔵書数は町民1人当たり3.1冊に相当する55,462冊、貸出冊数は48,928冊であった。 なお、1989年時点で一人当たり5冊まで2週間借りることができた。同年2月28日、日本フィルハーモニー公共楽団の石井圭一郎らを招いて、弦楽史重奏の音楽会を初めて開催し、囲碁図書館主催の音楽会を不定期に開催した。1991年7月に貸し出し冊数の制限は取り払われた。 1995年より読み聞かせの担当が図書館委員からボランティアの一歩朗読会に交代した。2000年度に学校図書館との連絡協議会を立ち上げ、2001年度よりブックスタートを開始した。同年4月に開館以来の貸し出し冊数が100万冊を突破した。2003年4月23日。 開館以来の子供への読書推進活動やブックスタート事業が評価され、子供の読書活動を優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。明けの図書館、編集2005年3月28日、市町村合併に伴い、畜生市立明けの図書館に改称する。2010年4月1日に市内の図書館システムの統合が行われ、 図書利用カードの統一が実現した。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震の際には、震度5強を観測し、約20人の利用者と7人の職員が、館内にいたが、職員の起点で速やかな避難誘導がなされ、怪我人は、発生しなかった。一方、施設、設備面では、初夏の倒壊による、システムパソコンの損傷、天井の部分崩落、 地盤沈下、ライフラインの途絶、空調機器の破損、約10万点の資料の落下など甚大な被害が発生した。地震発生からそのまま臨時休館に入り、電気、電話が使えないまま3月12日より落下した、図書を初夏に戻す作業を開始し、予定より1日遅れの3月29日に再開館を果たした。施設の修繕は開館しながら進められ、 11月15日になってすべて完了した。2014年4月1日に指定管理者による管理運営に移行した。2017年7月4日より育児コンシェルジュのサービスを開始した。図書館は鉄筋コンクリート構造平屋建てのワンフロアで、建築面積は1914.48平方メートル、延べ床面積は五十四点八零平方メートルである。 設計は、水戸市にある林設計の内山和氏が担当した。買い物かごを下げて、図書館へ、を理念としていたため、立ち寄りやすい空間を演出すべく、書家、椅子、机をすべて木製で統一することで柔らかく、暖かい雰囲気を喪失し、トップライトの下には、雲、または、コスモスと題した四面のステンドグラスを設置している。 閲覧席は36席で、視聴各ブースは2カ所ある。建物は老朽化が進行しており、東日本大震災では大きな被害を受けた。また初夏は背が高いものを採用したため、震災時の落下図書が多かった。花咲山は、児童文学作家の斎藤隆介が執筆した文学作品であり、明けの調立図書館として開館して以来、 明けの図書館を象徴するものとして扱われている。1985年の図書館開館準備が着々と進む中で、初代館長となる、三輪の友が書店で偶然手にした、花咲山の絵本に感銘を受けたのが契機となった。まず図書館職員のエプロンと紙芝居を貸し出す際に使う、通い袋のデザインを検討する中で、花咲山の ラストシーンの差し絵を採用しようという運びになり、明けの町立図書館から直接電話で差し絵を担当した滝平次郎に許諾を得て、版元の岩崎書店にも了承を得た。この点末を三輪が図書館問題研究会、茨城支部の解放、北千谷屋に寄稿し、その文章が雑誌、みんなの図書館に転載されると、ほこと町立図書館の館長の目に留まった。 ホコタ調律図書館では、滝平の原画展と作者を囲む会を企画しており、この席で三輪は、滝平と岩崎書店の担当者と知り合い、明野の調律図書館の最初のイベントとして、滝平二郎絵本原画展を1986年12月9日から12月14日まで開催、最終日には滝平本人を招いた公演を実施した。このイベント開催以降、 製本講座や民話を聞くつどい、絵や写真、ポスターなどの展示会と本人を招いての囲む会、各種のコンサートや演奏会など各種イベントを積極的に開催するようになった。さらに1987年に館法を創刊した際には花咲山を題名に採用した。その際、岩崎書店経由で斉藤の遺族からも許諾を得ており、 館法の大事は滝平が切り絵で制作した。通い袋のデザインは子供だけでなく大人の利用者からも評価が高く、通い袋を使いたいがために図書と一緒に紙芝居を借りる利用者や多くの本を同時に借りて通い袋に入れてほしいと要望する利用者もいるという。図書館は旧明けの町域のほぼ中央に位置するが周辺が市街化調整区域であるため住宅は少なく、 利用者の多くは休日に自家用車で来館している。赤城町と共和町が設置した公民館図書室を引き継いだもので、2014年の指定管理者制度導入に伴う条例改正に合わせて文館として位置づけられた。図書の貸し出し自体は旧町時代から行われていたが、2008年4月より本格的に開始し、2010年4月1日の図書館。 システム統合により、筑生私立図書館と共通化された。二つの文館とも、中央図書館、明野の図書館のいずれかの文館ではなく、筑生私立図書館の文館として位置づけされ、中央図書館、明野の図書館が、指定管理者による管理運営であるのに対して、文館は、筑生市直営が維持されている。2017年9月現在、開館時間は9時から17時まで、 休館日は、月曜日、特別整理期間、年末年始であるが、公民館の一角にある都合上、公民館の行事等により休館する場合がある。畜生私立図書館の子育て支援は、2001年度に、明けの町立図書館が開始した、ブックスタート事業に橋を発する。ブックスタートの開始について、館報、花咲山は、乳幼児期からのより良い読書環境が、 赤ちゃんの未来にとって何よりも大切だと認識しているからです。と記している。明野調律図書館のブックスタートの取り組みは、茨城県では初、日本国内でも早い方に属し、厚生保護女性会によるボランティア活動に大きな特色があった。ブックスタートそのものについては、明野調律図書館の職員が2000年11月の関東ブロック公共図書館研修会の場で知り、 その理念に感動して、早速予算措置を講じたものであった。ブックスタートの対象は5ヶ月検診に訪れた乳児と保護者であり、ブックスタートパックと呼ばれる絵本入りのセットを直接手渡し、読み聞かせなどの活動を行う。第1回のブックスタートでは参加した乳児全員が絵本に興味を示しそれをお手に取り、図書館員に確かな手応えを感じさせたという。 2004年8月には、赤城町でもブックスタートが始まり、築生市発足後の2005年4月に、旧共和町域で、2006年8月に、旧下立市域でも行われるようになったことで、全市域が対象となった。その後、週1回、ブックスタートクラブと称して、絵本や紙芝居の読み聞かせを、図書館ボランティアや図書館職員が行うようになった。 2017年7月にはさらに進んで育児コンシェルジュを図書館に配置した。3人にいるコンシェルジュは全員が保育士や幼稚園教諭の資格を持ち、保育所や幼稚園での勤務経験を有する女性である。コンシェルジュは交代で勤務し、経験をもとに育児相談や育児に役立つ施設の紹介をはじめ、育児本や児童書の紹介、読み聞かせといった活動を行う。 なお、コンシェルジュは常駐ではなく、中央図書館は水、日、金曜日、明けの図書館は日、木曜日の10時から14時30分まで自動書のコーナーに待機している。明けの調律図書館時代の中学生の職場体験は、大学生や短大生の死書実習とほぼ同等のプログラムを提供していた。これは、図書館としての義務と責任を認識しての対応であり、 開館前から雑巾がけ、返却図書の書家への配下図書館の整頓、新聞整理といった職員の日常業務を体験させていた。その後、座学として公共図書館、明けの調律図書館、本について講習を行い、カウンターなどの実務、レファレンスの理論と実践を体験させて終了となった。2015年からは子供の読書習慣に合わせて、 中央図書館が小学生を対象に、辞書体験を行っている。2016年5月5日に行われた体験活動では、市内の小学生3人が、館内や閉館書庫の見学の後、図書館の仕組みと図書の請求記号の意味を学び、図書の貸し出し、返却以下のカテゴリーでもこの記事を参照できます。築生私立中央図書館に関するカテゴリー、 粛清私立明けの図書館に関するカテゴリー、ありがとうございます。